はい、エディターのお魚ちゃんです。今回は何かっていうと、あれを紹介したいなと思います。あれを、まあ、今回はね、はい、マイナーチェンジをかけたあのモデル、はい、ホンダベゼルです。ホンダベゼル、ホンダベゼルでね、まあいろいろあるんですが、まあ主にこちら EHV だけなんですけど、やっぱりね、まあ結構賛否あったね、当初くりはそのままなんだけど、やっぱデザインがちょっと変わったのと、新色が出たというのは一番大きいかなっていう感じはしたしております。ですけどやっぱりいい車ですね、ほんとそういうのはあります。そしてスタイリッシュ、これが大きいなっていう感じはありますよね。うん、そんな感じはいたしますね。ほんとこれが大きいなというところもあるし、これもね、使い勝手は悪くないなだろうなっていうところがあります。まあただね、結構細かい変更はありますし、まあ結構ね、グレードも増えました。ここがでかいなってところがあります。ぜひ見てもらえばなと思いますね。はい、どうぞ。今回はこちらとなります。まあ、こちらですね。はい。ベゼル EHV の X のハントパッケージという車になります。まあ、どう違うかっていうと、まあ、本当に、ね、結構、ボディラインが違うのと、あとね、やっぱ、そこなんですけど、やっぱりね、塗り分けがされている。やっぱりここが大きいなっていう印象があるんですが、やっぱりね、目立たないんですけど、やっぱルーフレールとかもついてたりしていて、やっぱりこれが魅力的なんですよね。はい、you can do it.
今回の目玉とも言えるモデルではあるのですが、まあデザインとしてはどうかというと、やっぱりね、一番はやっぱりヘキサゴン形状のね、結構ドシッとしたね、フロントグリル、まあ同色であることは変わりないんですが、やっぱり結構ね、スクエア基調になって落ち着いた印象を受けますね。まあオデッセイとか、あとはね、WRV とか、まあ、そっち系と結構同じ流れになったなという印象はやっぱり見て取れます。まあ結構それぞれね、性格が違う車なんですけど、ここ最近のね、ホンダさんのデザインだなというのと、やっぱりね、ベゼルっていうのも結構ね、本当にハイブリッドでありながらも、やっぱりね、本当に使い勝手がいい、本当に運転のしやすい車なんですよね。はい。Dラインとしてはやっぱりね、ここはあんまり変わった印象はありません。まあ運転のしやすさはやっぱり変わってたりしますが、やっぱりね、本当に結構落ち着いた印象になったなという感じはあります。そして
新色もいくつか出てきまして、やっぱりね結構風合いが出てるなっていう感じはあるんですよね。まあここ最近のキャンプブームに合わせたねこの SUV モデルではあるんですが、やっぱりね本当にどっかに出かけたくなる、そういうデザインだなという印象もあるので、ここも魅力的ですよね。はい、I'm not
特徴として言えばやっぱり薄型の、ね、ルーフレールですね。結構こう今後で、ね、結構落ち着いた感じもあるんで、ね、まあ街乗りもする、そしてたまにはねキャンプとかそういうレジャーも楽しむ、そういう車かなという感じはあるかなというのはあるので、ここも魅力的なところかなっていうところですよね。はい、結構これもね存在感があっていいですね。はい、ですかね。リア周りとしてはやっぱりね本当にここも変わり映えしませんですけど、やっぱりね本当にホンダらしさを感じますね。本当に、まあ、結構運転がしやすいから、やっぱり初めての人とか女性とか、あと年配の人でも全然乗れる車です。
だから本当に使い勝手が良くて、ここもやっぱいいところなんですよね。で結構ね、設置サイドもあるので結構使い勝手もいいんですよ、ね、ちょっとした埋め立てとか買い物とか、まあ、そういうところでもやっぱりね、これはいいと、いいなというところです。最後にやっぱこの車の価格とかちょっと気になりますかねと思います。今回のモデルだとやっぱりね299万8000円ということでね、まあこれはこれでいいかなという印象ですけど、まあベゼルとして言えば
実際言うと264万8千円からで、まあマックスでも377万6千円ということで、結構バリエーションも多いですし、まああとはね本当にプレイパッケージとか、まあいろんなモデルがあるのでぜひ乗ってみてほしいなと思いますし、あとはオプションでねスカイルーフとかも結構個性的な装備もあるんですよね。まあこれは本当に魅力的な車かなというところです。はい、前のモデルはどちらかというと結構ヘキサゴンに近い感じだったんですよね。で、今回のモデルはシュッとしたスクエアヒトっていうのがやっぱり大きいなので、やっぱりね結構ねこのスタイルかっこいいんだけど、やっぱりねヘキサゴンがいいなっていう人もいたし、アジアっぽいのがいいなっていう方も多いなと思います。だけどやっぱりねここがでかいかなっていう感じはありますよね。今回は本当に申し訳ないです、体感だけですが、内装によってもそんなに変わった印象はないです。けどやっぱりねちょっとこれで変わってるそうです。はい、結構ねオーナーさんたちの声を聞いて、やっぱりね先端コンソールが変わったりとかいろいろあったし、